今週も1週間お疲れ様です。今日は人生2回目のプロであるハップスに行ってきます。ハップス1週間の疲れを癒してきます。1週間お疲れ様でした。行きます。だから頑張りを書いてきます。L だけでサイズがちっちゃい。見てください、このすごいおしゃれな景色。見てください、全体的な。これがハップスです。なんだっけ名前知らん。で今からモンゴルが岩盤浴に行ってきます。これからこの岩盤浴から行ってきます。10分ぐらい入りました。気持ちよかったです。また一番岩盤浴が行ってきます。73度。2回目の岩盤浴帰りました。さすがに暑いです。えぐいです。気持ちよかったです。これも入ります。気持ちよかったです。乳がフルーティーの匂いしました。まあ、冷水で綺麗。次はここに入ります。今出ました。気持ちよかったです。ロールウェイに入りました。ロールウェイめっちゃ気持ちよかったです。めっちゃ暑い。すいません、あったかい風吹いてきました。体に汗めっちゃかきました。じゃあこれから涼しいお風呂に入って、今日はもうこれで乾杯をこうおしまいにします。すごい気持ちよかったです。今あの涼しい中でクールダウンしてます。ロールウェイめっちゃ気持ちよかったです。今日はこれで岩盤浴をおしまいにして、ちょっとこの部屋で涼んだら銭湯に入っていきたいと思います。岩盤浴最高。岩盤浴入ってました。やっぱデブには辛いですね。この汗どう？やばい。どうだったん？ちょっと暑すぎて耐えられなくて途中退出。1時間ちょっと入りましたね。ロールで最高でした。え？ロールで最高。ロール、いい匂いした。ちょっと終電がなくなっちゃうから早く急いで風呂入ってきますね。はい、今から風呂行ってきます。はい、見てください、この雨。何？雨で今タクシーに乗って帰ろうと思ってます。はい、今日は終電ギリギリまで岩盤浴銭湯に入ってたモンゴルです。ハップス、トムダルハップス最高です。で最後コーヒー巻きをしてコーヒー牛飲んで帰ります。いや、向かったの助かるじゃん。大丈夫だよ。それで見て、せーの、はい、モンゴル。見てください、これ雨。見えない。終電なくなるんで、でもシャツも脱いで、これから出して帰ります。トロ駅まで。トロ駅まで12時11分終電、今何分？1キロあるんでしょ。1キロある、それ今55分でやめて。終電。今トイレで着替えましたので濡れたの。なんとか終電になりました。今から終電で帰ります。どうだった？